はい、皆さんこんにちは。今日もバイク乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画はですね、このハニガーレ V4SP2 この車両のですね、ご紹介をさせていただこうと思います。皆さん今日もよろしくお願いいたします。レッツゴー。はい、バイクを止めてみました。これがですね、私の購入させていただいたハニガーレ V4SP2、登録はですね、22年登録になります。で、型式はね、22年式になるんですけれども、22年式の特徴としましては、やはりこのウイング形状ですよね。これが2段になっているんですけれども、ちょっと長く幅が狭く、キュッと出てるような、これが20モデルとちょっと違うところになります。まずですね、この車両というのは実は中古のバイクにはなるんですけれども、前オーナーさんが約1500キロぐらいしか走ってなかったんですね。なのでもう奈良市も一応一通り終わりまして、オイルも点検も終わっている車両になります。まず触っているところはほとんどないんです。これがほとんどデフォルトの状態です。唯一触っているとしましたら、まあこういうね、タンクパッドを貼らせていただいて、フェンダーレスを入れてというところになります。またですね、注文させていただいているのが、ここのシーケンシャルウインカーと、そしてここのタンクのところですね、フルードタンクになります。で、まずね、このバイク特徴的な、ものがやっぱりこのマットカラーになります。このマット、まだまだ今今日納車されたばっかりなので、どういう風に扱っていいかっていうのはかなりちょっと慎重にやろうと思います。やはりね、こういうマット系はね、油染みなんかが変にねつきそうで目立ちそうで、それは一つ気になっております。そしてタイヤの方は今回ね、納車に伴い、ノースの店長がですね、ニュータイヤを無償で入れてくれました。ありがとうございます。これ納車されてさっき100キロ手前ぐらいだったんですけれども、もうすでにこれライフがどんどん削られていくのがすごくわかります。もうネバネバで、もう表面が街乗りで、ほら消しカスみたいに出てきます。やばい。まあグリップを取るかライフを取るかっていうところになりますけれども、やはり2輪というのはグリップはね、まあこれもちろん季節柄にもよりますけれども、まあ高い方がまあ少しいいのかなと。もちろんライフやね、温度によってね、この使える範囲というのは限られてくるので、ちょっとここら辺も、慎重に行こうと思います。そしてそうです、乾式クラッチになります。まずね、クラッチを切りますと、切るとカシャカシャカシャ、開けると音が止まります。ただ完全に音が切れているわけではなく、このバイクが右コーナーに差し掛かった時に、このクラッチとこの道路の音が反響し合って、ちょっとシャカシャカ聞こえる音がするんですね。右に倒すとそういう音がいたします。そしてフロント周りからいきますと、はい、こんな顔つきになります。すごいですね。黒もすごいんですけども、この赤のね、この発光の仕方、赤も赤というよりもちょっとオレンジがかった蛍光色のように見えます。なのでここ赤、そこ赤、そこ赤みたいな感じになってますね。黒赤基調がなかなかいいと思います。そして、はい、このヘアライン仕上げのアルミのタンク、これなかなかいいですね。僕自身はバイクの傷って結構気になる方なんですね。ところが一番やっぱりバイクの傷つくとこっていうのは、ここかここね、足蹴ってしまったりするとこがあるんですけれども、ちょっとしたね、まあ普通に走ってるだけでもここって傷つくんですよね。よーく光を当てるとこうシャシャッとなったような感じがあるんですけれども、それが全く目立たない。もうこれは僕ね、むちゃくちゃ嬉しい。もう正直ね、バイクのコーティングっていうのは、まあ全部やる方がよりいいんですけども、ここさえ傷つかなければ、もうここは一番目に入りますので、そういう意味ではこのアルミのね、ヘアライン仕上げは非常にいいと思います。そしてくるっと回りましょうか。あとですね、そうですね、このチェーンを入れてもらいました。もう完全にブラックチェーンでございます。名前はちょっと僕知らないんですけれども、なんかちょっといいチェーンらしいですはい、これを今回、わあすごいな、こんなチェーン初めて見ました。こんな感じですね。そしてやっぱ黒なので、
黒の車も一緒なんですけども、やっぱ汚れはね目立ちそうですね。ちょっとした白いね、泥汚れとかそういう砂汚れっていうのは非常に目立ちそうです。そしてカーボンホイールです。センターが赤いリングになっております。これかっこいいです。そして、はい、ドライカーボンの、ホイールになっております。5本の222ということで、正式な10本ホイールになってます。フロントのタイヤちょっと見てみましょうか。はい、普通に街乗り100キロで走りました。今ここまで使ったというよりも通常走行でだいたいこれぐらいを今使っております。100キロの今慣らし運転の状況になります。そして何よりもですね、この車体軽いです。軽いです。バイク自身の車両がおそらく通常の私20モデルの S に乗っていたんですけれども、かなり軽いです。やはりこの車重のですね、まあ、パーツの問題だとか、このカーボンホイールの問題、これは素人でも明らかにコーナリング中のパタンパタンの倒し方、ストップ&ゴーの動き方、それが明らかにストレスが非常に少なく感じます。で、あとシートの方、シートはですね、はい、こちら V4SP2 と書いております。表皮はですね、2種類に変わってますね。ここがちょっとわからないですけれども、ちょっと滑りにくい素材、そしてリアはちょっとね、革の分厚いような感じ、デコボコした素材になっておりますね。ここで2種類に変わっております。そしてハンドル周りですね、はい、こんな感じで、V4SP2 とありまして、このロットは、ね、300番台なので、先日お友達のケンちゃんが、新車購入したバイクというのが1100か1200番台なんですね。なのでこれは22モデルの、最初の方のロットの、車体だと判断いたします。やっぱりですね、まあ、操作系はね変わりませんけれども、一つ一つがね非常にね軽量に、作られているように思います。そしてこのスマホホルダーですけれども、もうずっとねこれを引き継いでおります。まあ、これはパニガーレからですね、モタードからこのボルト1本で付けるタイプなので、これはね非常にもう簡単にね、この六角レンチ1本で簡単につきますので、これを使わさせていただいております。で、全体的にですね、マフラーの音というのはやっぱり大きめではあります。大きめではあるというよりも大きいですね。ちょっとエンジンをかけています。はい、こんな風に音がします。これですね、今思いましたけれども、マフラーの音よりもこの鑑識クラッチの音の方が大きいですね。今止まって初めて聞いたんですけれども、このカチャカチャ音、本当に金属が擦れる音というよりも金属がぶつかる音のように思います。ガチャ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 という、ね、音がいたします。そして排熱の方は相変わらず暑いです。もうこれはもう暑くて当たり前、もう暑いのが嫌であれば V4 パニガーレ非常にハードルが高くなります。真夏はね地獄です。そしてあまりにも暑すぎたり渋滞しすぎたりしますとエンジンが止まります。そういうこともありますので、夏に対して、まあ、これからの季節なんですけれども、検討されている方はその部分は意外とね、お友達も言ってましたけれども、暑い暑いって言ってもそんなに暑くないんでしょ、大げさでしょなんて思うと思うんですけれども、違うんです。ほんまに暑いんです。ほんまにやけどするんです。それぐらい暑いです。で、乗った感じのイメージは20の S と考えますと確かに一緒には思えるんですけれども、操作系がやっぱりしんどいです。クラッチはやっぱり重い、かなり重いです。通常の20の S の重さを10としましたら12割ぐらいマシの状況ではあります。で、通常の1回1回のクラッチ操作っていうのは特に問題ないんですけれども、ツーリングに行くと、渋滞は もちろん論外ですけれども、このクラッチの切る離すっていう作業をですね、何百回何千回ってすると思うんですね。そうなってくるとやっぱり3時間も走ってくると、いや3時間じゃないな、2時間ぐらいで左手がねいかれますあのこのギシギシやるやつやるのはダメですね。ギシギシね、あれをやらないとちょっと鍛えとかないと左はしんどいですね。
はい、ですね、まあ、簡単な説明にはなるんですけれども、今日はですね、このパニガーレの V4SP2、 実はこれ最初から欲しかった SP2 ではあるんですけれども、これとは別に RR でね、早ければ6月7月頭っていう状況になっておりますので、またですね SP2 と R、まあ、常識的に考えると SP2 の方がいいに決まってるんですね、公道を走る分では。またね、そこら辺の比較もさせていただきますので、また皆さん今後ともよろしくお願い申し上げます。では今日もありがとうございました。バイビー。